結城豊太郎5月24日から1951年8月1日は、日本の銀行家、大倉大臣、日本銀行総裁、第5大日本商工会議所会頭歴任。現在の山形県南陽市赤湯出身。酒造業を営む結城家に生まれる。旧制山形中学を経て、1899年7月には、第二高等学校を卒業し、 東京帝国大学へ進学。1903年7月、同法科大学政治学科を卒業。1904年1月7日、高橋コレキオの推薦で日本銀行入校。本店検査局、日銀ニューヨーク代理店監督役付き、京都支店長、総裁秘書役、大阪支店長などを歴任。1919年8月、 井上淳之介総裁の推薦で理事に就任、大阪支店長兼務。だが旧知で引き立て役だった安田善次郎の不慮の死をきっかけに日銀を退職し、1921年11月28日に安田保全社の専務理事に就任、同年12月には安田銀行の副当取も兼ねる。1926年1月には安田学園理事長にも就任した。 また、全次郎の意志を引き継ぎ、東大安田行動を完成させた。1929年3月、欧米視察からの帰国後に安田を退社し、産業調査会を設立。1930年9月に日本工業銀行第6大総裁に就任した後、1936年11月10日設立の商工組合中央金庫所代理事長となる。 翌1937年1月に日本商工会議所第5大会頭に就任し、2月2日には林千十郎内閣の大倉大臣権、卓務大臣権企画長総裁に就任し、同年5月31日には貴族院直選議員に直任された。だが、林内閣はわずか4ヶ月で崩壊し、続くこの F 未丸内閣でも、 増唱留任を要請されたが断っている。また、同年7月27日から1944年3月18日まで、病弱だった池田茂明の後を受けて、第15代日本銀行総裁を務めた。1946年3月20日、貴族院議員を辞職。その後、1948年4月には、三重県津市ゆう神社の第20代宮司となっている。 1951年8月1日死去、去年74。妻の元は、赤湯小学校の同級生で地元で、旅館後店主を営む六代目、石岡洋蔵の長女。三女の久子は、藤山愛一郎の元に嫁いだ。また結城は、三木武夫と森む子の間を取り持ちな行動を務めた。後に、安田銀行社長を務めた、園部千は、日本銀行時代の部下。 結城は自己所有の文献等や愛用調度品を当時の赤湯町に寄付。寄付をしたに町は1935年に赤湯町立図書館林雲門校を開け越した。同校は1967年の市政施行に伴い南洋市立結城記念館と改称さらに1995年4月には新館が竣工同時に名称を市立。 有気豊太郎記念館と改め、リニューアルをオープンした。ありがとうございます。